こんにちは今日も沖縄の海をねえバックに YouTube をお届けしたいと思います。えー、今日はですね、えー、真の魅力ある人間になるにはどうすればいいのかということなんですね。でこれまずはですねまあい,いっぱいねあるんですけどもちょっと、えー、そのうち一つか二つをね紹介できたらいいかなと思うんですけどもまず一つ目は自分の魅力ってね もともと持ってるんですよねで持ってるんだけども、えー、何らかの傷によってそれが出なくなってしまっているっていうケースが、えー、大半です、ね、魅力がない人というのは一人もいないわけですよ全員が、えー、世界にね一人しかいない人ですからそのこと自体もすでにもう魅力になってるわけなんですよねだけどまずその魅力を自分が気づくことはないです やっぱりこれは客観的な目がないとそういうことに気づけないんですよね。そして、えー、その魅力っていうものを、えーね、例えばそれをチャッチされたりとかすることもあるわけですよね。でそういうことによって、えーまあ、嫉妬されたりとかねそういうことによってその魅力を自ら封印してしまうっていうことがあります。 だから、そのことをちゃんと気づけば、えー、ミロスの絶対視点という視点からね、えー、ちゃんと気づいていくとそこがよみがえってくるわけですよこう解放されるわけね。でそれはもともと持ってる魅力ですから、えー、存分にね発揮してその人生を生きなければそれは魅力というのはもう才能という言い方もできますからその才能を自分で受け取ってあげる。 ね、そして、えー、それをやっぱりね、えー、根底的にいい自分のこう人生の、ね、中で生きていくを、えー、もう一つはねもういつも言いますように自分の中のプラスとマイナス男性性性性と女性性ですすねこれがありますそれを目の前を通して受け入れてくる、ね、男でも女でもない中性的な魅力が出てきます。 これは、えー、男性がちょっと女性っぽくなるとか女性が男性っぽくなるとかそういうのとは全く違う、えー、魅力です。ね、両方のいいところ、悪いところを、ね、男性性、女性性の、ねえー、いいところ、悪いところを全部受け取っているよと混ぜ合わしているよと言うとこれは光が出てくるわけですよ、その人にね。だから うんまあ、言ったらミロス知らない人でも、えー、いろんなことをね受け取っていくことができる人ってそういう癖を持ってる人いますねそういう人はやっぱり、えー、輝いてますよね人間としてねでそれを、えー、もっともっと次元を上げてやることもできるということですだから、えー、自分の中のね、えー、男性性女性性これをしっかりと相手を通さないと 自分のことは絶対かかりませんからね自分のことだけが見えないのがこの世界の絶対的な仕組みであって自分のことは絶対にわからないというのがこの世界の仕組みですからねだから目の前の360度鏡を通して自分のことを知る、ね、そして、えー、自分と自分とを合わせて混ぜ合わせてプラスとマイナスを混ぜ合わせて 今までの自分ではない全く違う自分が生み出されていくというね、まあ、テクノロジーですよね。どうしてミロスってテクノロジーって言ってるの何でそんなことが、えー、特許を取れるぐらいまで認められるのっていうのは本当にテクノロジーだからなんですよね。でそれが、えー、認められたということで、えー、アメリカ、中国、マカオでね、えー、特許を取ることができていますけども、まあ、そうやって。 他のね、動画でも仕組みの話もしてますしまた概要欄の方からね僕のブログがありますので、えー、ブログの方から、えー、もっともっとねいろんな仕組みを見てもらったり紹介してますのでねとか体験者のね体験談もいっぱい毎日更新してますのでね、えー、LINE アットも、ねえー、概要欄から見てもらえますので、えー プレゼント動画もありますのでね、えー、この間ね、あのすごい感動したって、プレゼント動画ありがとうございましたってね、えー、言ってもらえるぐらい、えーえー、いい動画だったかなと思いますので、ね、そちらもぜひね、ご覧になってみてください。はい、ということで、えー、あなたの魅力、ね、開花さしましょう。それでは、またお会いしましょう。ありがとうございます。